はい、こんにちは、ゆっきーです。今日はね、じゃん、富士屋カントリーマーム、日本の美味しいいちご、こちらを買ってきてみました。はい、こちらですね、僕お買い物行った時にちょっとね、美味しそうだったので買ってきてみました。日本の美味しいいちご、あまおうととちおとめ。もうあまおうととちおとめ両方もうさ、美味しいに決まってるよね。もうあまおうととちおとめだもんね。あ、なんか裏はこんな感じなんですけど、横はね、こんな感じ。とちおとめ、とちおとめの果汁、あまおうの果汁&ピューレが入ってるらしいです。おほー、ここにね、なんか書いてある。電子レンジ等でちょっと手を加えて、焼きたての美味しさ電子レンジとかオーブン、まあ、電子レンジでチンしたりオーブンでちょっと軽く、まあ、温めたりするとなんかさらに美味しいらしい。まあ、ちょっとね、今日は何もしないでいきたいと食べたいと思うんですけども、まあね、電子レンジとかやるとね、またね、いつになっても僕の動画が終わんなくなっちゃうってね、この電子レンジのこの上げたり閉めたりのね、これがまた引っ張る、この力がなかったりするからさ、バサンって倒れそうになりながら、危ないからね、危ないって僕言われるんですけど、まあそういうので今回はちょっと普通に食べたいと思います。はい、誰もね今日いないので、僕今一人の状態なので危ないからね、やめておきます。危ない、何が危ないって言って、ご存知の方はご存知だけど、まあ力がなかったね、ちょっとね、体の状況でどうしてもパタンって、バランスが崩れてパタンっていきやすかったりするのでね。はい、まあ食べてみよう。早速ハサミで切ります。はい、今ねハサミで切りました。ちなみにね、14枚入りです。なんか小さいタイプもなんかあるのかな、わかんないけどね。まあ僕が買ったのは大きいやつ。パカ、こんな感じです。7枚ずつですね。2つに分かれた77で14ですね。ちょっと1個2個取ってみよう。はい、こんな感じ。まあ物は同じですけど、どうやったらいい、どう見せたらいい、こんな感じか。はい、こんな感じです。はい、1枚ちょっと置いて、カントリーマーム、日本の美味しいいちご。あ、ここに書いてあるね。これさ、カントリーマームはいいんだけど、なんていう名前だろう、カントリーマームの他の名前、この他のほら、何々味みたいなのあるじゃん、なんだろうと思ったら日本の美味しいいちごでよかったんだね。最初さ、取る前にあれこれどうなんだろうとかと思っちゃってね。早速ね、食べてみようね。開けてみました。パカ、ちょっと開けてみます。おお、わかります、綺麗なピンク、綺麗なピンク色してますね。こんな感じで綺麗な色してます。ピンク色の。ちょっと香り。これめっちゃいい匂いする。いちごのいい香りがする。ちょっと食べてます。いただきます。いちごの風味感が出てますね。で、なんていうのかな、甘いんだけど、甘さはあるんだけど、なんかいちごの酸っぱさっていうの、甘酸っぱさっていうのが若干入って感じられるかなと思います。で、あとは中に普通のチョコチップなのかなが入ってて、それもなんていうの、サクサクじゃない、カリカリというか、まあ普通のチョコチップですけどね、入ってて美味しい。ただね、さっき言ったようにいちごの風味感もちゃんとあって、いちごの甘さもね、ある中にそのいちごの甘酸っぱさがあるんだけども、もうちょっとね、僕はいちごの味濃くてもいいかなと思います。なんかね、
なんていうのかな、僕が思ってた以上には、僕が結構なんていうのかな、かなり香りもなんていうの、いちごのいい香りがしたんで、結構濃いめのいちごがドカンってくるんかなと思ったんですよ。だけどそれを下回っちゃったんで、ちょっと思ってたよりもいちごいちごっていう感じではない。ただまあこれでも十分って言ったら十分なのかな。ちゃんといちごの風味もしてるので、で甘さとさっき言った甘酸っぱさがあるのでね、このぐらいでもまあいいのかなと思います。まあ期待がね結構大きかった分、ちょっと下行っちゃったので、ん？ってなっちゃったんだけど、美味しいです。はいはい、じゃあもう一個だけちょっと食べてね、終わりにするとしましょう。ちょっとね、もう一回食べてみます。いただきます。ちょっとごめんなさい、かじっちゃった断面でごめんなさい。ちょっと分かりづらいかな、この辺にねちょっとねピューレが入ってるんですよ。見えづらいかもしんないんだけど、この辺にねピューレが入ってるんですよね。うん、だからって言ってなんつうのかな、すごいそのピューレが口の中に残るっていうんではないですね。ちょうどなんつうのかな、食べててすっきりなくなっていくから、うん、美味しいです。うん、口の中もなんか最後まで残ってるっていうのはないからいいと思います。うん、美味しい。あとねこれね、ここにも書いてあったけども、より美味しくいただく方法として電子レンジやオーブントースターでと書いてあったけど、確かにこれ温めて食べた方がまたよりね美味しいかもしれない。さっき言ったチョコチップも程よくなんていうのかな、このカントリーマームが温められたことによってチョコチップも若干溶けて、さらになんか美味しくなるのかなっていう感じはしますね。はい、うん、美味しい。うん、これはね、いちご好きな好きな方にもすごいおすすめで、なんか結構パクパク食べちゃうかもしれない。すごい美味しいです。はい、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、今日はですね、こちらです。じゃん。富士屋カントリーマーム、日本の美味しいいちごということでですね、こちらを買って食べてみました。先ほどもね何回か言ってるんですけども、香りはもういちごの香り、いい香りがしますし、食べてていちごの風味ちゃんとしてて、で、ちゃんといちごの甘さといちごの甘酸っぱさが、ちょうどいい具合にしていてすごい美味しいです。まあね、いちごの好きな方でもすごい、美味しく食べられるかと思います。結構ねパクパク食べられちゃうかと思います。はい、甘すぎないですしね。はい、はい、これはね美味しい。うん、あとねさ、最初の方に言ったんですけど、電子レンジとかねオーブントースターで温めたりするとまたより美味しいということみたいなので、まあそれもね、できたらどっかでやってみたいなと思うんですけども、個人的にね、動画にはできなくても個人的にちょっと食べてみたいなっていうのはあるんですけどね。はい、気になった方はぜひ、僕はスーパーさんで、買ったんですけども、まあ、コンビニ等にももしかするとねこれより大きいのではなくて、なんか小さい5個入りみたいのがあるかもしれないので、気になった方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか、食べてみてはいかがでしょうか。ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。